おはようございます。塚原農園です。今日は夏野菜で健康野菜のモロヘイヤ、オクラ収穫していきたいと思います。今日こちらの菜園をご案内いたしますは、私塚原農園の園長でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。今日はあいにくの雨っぷりでございます。まずはこちらのミニトマトのトンネルのところをくぐって菜園をご案内いたしたいと思います。お、クモの巣がすごいすごい大きくなってますね。どうですか。こちらがミニトマトのトンネルでございます。こちらを抜けるとコンパニオンプランツのバジルがあります。株元にはマリーゴールドもありますよ。いや、足元が滑りやすいのでお気をつけくださいませ。はい、到着いたしました。こちらが塚原農園で農家が作る家庭菜園として題しまして育てている夏野菜の畑です。はい、こちらじゃがいも植え付けをして収穫した後に葉物などを植え付けをしておきました。こちらがモロヘイヤでございます。まず収穫をしていく前にこちらの支柱をご紹介していきたいと思います。このモロヘイヤは私は背丈、人の背丈ぐらいまで大きく伸ばせて栽培をしていきます。理由としてはそのようにして栽培をした方が一つの苗から取れる収穫量が多くなるからです。はい、そしてそのためには倒れないようにこのようにイボ竹などをところどころ刺して紐で横に張っているというわけです。いかがでしょうか。はい、追肥もしております。それではこちら収穫をしていきましょう。どうですか。植え付けをして真ん中に太くニョキーンと伸びているもの、これ3本植えたんですけれども、まっすぐ上に太く強く伸びているものありますね。これは摘まないようにしていきます。これを摘んでしまうともう背丈が低いままですね。ということでどこを摘んでいきましょうか。はい、この太い枝のところから脇に突き出して横に伸びているこのような大きな葉っぱを摘んでいきたいと思います。ではこれを見ていきます。これはいわゆる側枝と呼ばれるもので、太い枝から脇に出ているものですね。はい、これをハサミなどを使うと収穫は楽だと思うんですが、もう手で簡単に収穫できます。だいたい10センチから15センチぐらい、ここまでの軸はすごく柔らかくて美味しいので、これも軸をつけたままこんな感じでポキンとして収穫をしていきましょう。いやー、見事なモロヘイヤですね。私の手のひらと比べるとこんな感じです。すごく大きくて緑色が濃くて綺麗ですね。はい、じゃあこんな感じでまずは横に出たものを摘んでいきます。まずは下の方ですね。これもあまり茂らせてしまうと混み合いすぎて負荷がかかってしまって、この支柱だけでは耐えきれない。また支柱から外れているものは風が吹くとポキンと折れて、結局折れてしまうと枯れてしまったりして病気なども増えてしまいますので、こう横に伸びているものをこんな感じで摘んでいきます。これはひまわりですよ。切り花用のひまわりです、ね、お、もうつぼみがついてますね。楽しみですね。ひまわりにも伸びている方の枝も積んでいきます。狭いスペースでこちら菜園やっておりますので、なるべく隣の作物にこれが触れないように意識して、周りに出ているもの、通路などに飛び出しているものから積んでいくようにしていきましょう。はい、まあだいたいこのように取りました。下っ端ですね。もうこれだけでも十分量1人前分として楽しめるんじゃないでしょうか。収穫したら皆さんこれどうやって食べますか。私はこれを塩を軽く小さじ1杯鍋に入れて沸騰したところに大体1分ぐらいさっと
ね、火をくぐらせるみたい。火を通すんですね。茹でるという感じ。茹でた後にこれを細かく刻みます。で、刻む前に水で軽くこう洗うんですね。で、冷やす感じ。熱を持ってますので、粗熱を取って、で、包丁、まな板の上で包丁で叩くと粘り気が出てきます。はい。モロヘイヤといえば、スタミナ健康野菜ですね。ペクチンがとても多く含まれていますので、成長作用があると。この梅雨の湿気のある時期、野菜も病気にかかりやすいんですけれども、人もね、病気にかかりやすいですよね。梅雨の時期は体調を崩しやすい。そういった時に、こういったモロヘイヤなどを食べて、ね、体づくりをしていきましょうと。暑い夏を迎える前に、風邪をひかないようにとやっていきます。はい、ここもちょっとこちらが、これ小豆とささげなんですけれども、大きくなりましたね。やっぱりこちらの畝も浸食して広がろうとしていますので、こういったものをちょっと摘んでおきましょうね。はい。あとは小さな葉っぱとかも摘んでいきます。まあ、このぐらいにしておきましょう。はい。そして、これ茹でたものはどうするか。茹でて叩いて、包丁で叩いたりして、すると粘り気が出てくるんですけれども、それをお椀などに入れて、だしつゆ。例えばそうめんのつゆとか、ストレートタイプのものとか、希釈して薄めて、3倍濃縮、ストレート、ね、薄めたりして、そういったものをだしつゆで割って、そのまま食べてもいいですし、熱々のご飯にもかけてもいい。お酒を飲まれる方はお酒のおつまみにも、意外とね、なるんじゃないでしょうか。私一番好きなのは、それをミキサーにかけて、ドリンクにします。で、だしつゆで割って、そのまま、コップに入れて飲んじゃうんですね。もしくはそうめんなどと一緒に麺つゆと絡めて食べるのも好きです。はい。で、これで収穫はこんな感じですね。あとはここの太く伸びている枝。これは、切り取らないようにしていきます。まだちょうど私の腰ぐらいの高さなので、だいたい80センチぐらいの高さまで成長していますけれども、まだ摘み取らずにこのままにしておきます。で、ここでよーく見ていただくと、この太い軸のところから小さな葉っぱがこう出ているの分かりますか？これ側枝の今下で大きく収穫をしたものの、まあ赤ちゃんですね。これも放置しておけば、先ほど見たらいっぱい出てきます。これをたくさん収穫するためにはある程度の高さが必要ということで、そういった意味からこの成長点の上は取らないということですね。だいたい1メートル50センチから1メートル、まあ1メートル50センチぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。まあそのようにして栽培をしていきます。で、さらにまた先に話になってしまうんですが、ここから今出ているこの小さな脇芽、まあ、例えばこれもうちょっと大きくさせて取るんですけれども、例えばこれ摘んだとします。そうすると終わりかと思いきや、またさらに下にこう小さなものが控えているの分かりますか？このようにして節から何度でも収穫できますので、そのようにして収穫を楽しんでいきましょう。はい。それでは次いきましょう。次はオクラですね。こちら、枝豆、しそをときました。あとこれ、つるむらさきもね、ありますね。では、こちら、見ていきましょう。これはオクラなんですが、拡大してみると、お、なんだか色が赤いですよね。これは赤オクラです。赤オクラでも五角形のタイプなんですが、これは島オクラの赤いタイプになります。収穫するときは、この太い軸のところから脇にオクラがついてますね。まずはこのオクラを取るためにハサミでバツッと切り落とします。はい。これがオクラですね。これを収穫しましょうという形です。で、収穫した後、この太い軸のところからオクラって出ているんですけれども、オクラの実と一緒に葉っぱが必ず1枚大きなものが枝がニョキーンと伸びて、こんな感じで出ていると思います。上の方に葉っぱ、オクラの葉っぱがいっぱいついているのであれば、下の葉っぱは同じく
このようにして切り取るようにしてください。下このようについておくといいですね。そうすると病気などの被害も少なくなります。はい、こんな感じで収穫をしていきます。いいオクラですね。はい、これが赤オクラの品種になります。うん、皆さんオクラはどうやって食べますか？私は鍋で塩をね入れないで、このオクラに直接塩をかけて、でまな板の上もしくは手でちょっとこすります。ちょっと産毛がついてるんですね。でその産毛を取らないと下にちょっと当たってしまって、食味が悪いので、そのケバケバしたものを取る感じで、ちょっと塩で揉みます。でそれを洗い流さないで沸騰したお湯の中に入れて、だいたい1分半ぐらいでしょうか。1分じゃちょっと早いかもしれないですね。ゴリゴリしてしまいますので、それを1分半ぐらい茹でたら輪切りにしたり、細かく切ったり、またそのままで、茹でたものに同じく麺つゆ、だしつゆなどにかけたりしてそのままいただきます。でこれも同じく、ね、ペクチンがたくさん含まれていますので成長作用があります、ね、モロヘアと同じですね。でこちらは島オクラになります。すごく大きくなっても柔らかいんですね。収穫しつつ葉っぱなどの落とし方同じになります。不要なものは落としちゃうね。これちょっと似てますけど、これは草でしたね。草が生えていたら草も取りましょう。ちょっとあらかじめ前日ちょっとここは葉っぱなどは管理で書いてしまったんですけれども、まあ実っていた実があったら、まあ、こうやって普通に収穫をしていきます。はい、これが島オクラです。じゃーん、どうでしょうか。はい、まん丸ですね。一回転させます。こうなんか五角形、カクカクしてないですよね。これが島オクラの特徴、丸いオクラですね。でこうよく拡大すると表面がケバケバしているの分かりますか？これが取り除かないと下にザラついてちょっとチクチクすることがありますので、これ塩で揉めばこれ取り除けることができます。あと天ぷらも美味しいですね。天ぷらにするときはこのまま衣をつけてあげるとパンと破裂してしまいますので、一箇所どこか包丁でプツッと中に切れ込みを入れるとパンと弾けないで、やってみてください。はい、で収穫が終わったら、まあ、例えばこういった大きな葉っぱもこの軸のところ付近あたりからこんな感じでパスッと落としておきます。で上の葉っぱはある程度枚数を残しておいて栽培をしていくというスタイルになりますので、これも本当に栽培管理は楽ですね。こちらから見ていきましょう。はい、じゃん、うわーいっぱいなってますね。すごいな。ではこちらも取っていきましょう。ちょっと片手撮影なのでちょっと変なハサミの使い方してますが、まあ、普段はちゃんと両手で収穫しております。はい、15センチぐらいで取っていただければ柔らかく美味しいです。でこれもその日の天気によって大きさで硬さを決めるというよりも、こうちょっと指で軽く押してみてください。もしくはこうやって曲げてみる。で柔らかいのであれば本当にそのまま茹でれば柔らかく食べられるんですけれども、意外と雨が降っていてあまり日が当たらない時に成長が遅いんですね。ゆっくりと小さくても日数が経ったものはこの状態でも意外と硬いことがあります。でその硬いオクラなどは茹でても硬いです、ね、ある程度のところで収穫するようにしてください。それは梅雨の時期は少し気持ち早めに取ってあげると木にも負担がかからないのでいいですね。あとは雨の日、ついでにちょっとご紹介しちゃいましょう。ここ葉っぱ落としましたが、これあいにく雨がすごく強くね、今日も今現在は雨すごく強く降っているんですけれども、まあオクラの花ってすごくこんな感じで咲いてとっても綺麗ですよね。でも残念ながらこういった時は天気雨だと気温が低いですよね。気温が低い時はうまく交配ができず、これがオクラみたいにならないで終わっちゃうことがあります。それがこちらですね。
はい、ここ枯れちゃってますよね。これ本来でしたら先ほどみたいな立派なね、オクラになる予定だったんですけれども、雨が降って気温が低いとこうなってしまいます。うん、くっついたままで成長しないんです。で、最終的に茶色くなってポロンと落ちてしまいます。特に雨の日が多いですね。曇りぐらいだったら大丈夫ですけれども。で、これちょっとハサミで触ってみますね。ポロン、どうでしょうか。ポロンって簡単に取れてしまいましたね。で、これが自然と勝手にポロンと取れるんだったらいいんですけど、ご覧のようにこれ意外と実っていなくてもネバネバしてるんですね。このねっとりとハサミのところがネバネバしてるの分かりますか？これこの成分があるので意外とくっついたままの状態、特に雨が続いている時に多く見られるんですけれども、このくっついた、枯れたものがくっついたままの状態になっているとここから病気生えてしまうことがあるので、そういった時はね、こうやって落としてあげましょう。はい、はい、いいですね、オクラ。オクラの葉っぱってなんだかこう見ていると緑色がすごく鮮やかに綺麗なので癒されますね。雨の日でもこう収穫ちょこっとお昼なんかに食べたい時は、お庭などに生えている、ね、オクラの木などがあったらちょっとささっと取ってきてね、うどん、そうめん、そばなどの下地などと一緒にね、楽しんでみてはいかがでしょうか。あとここへオクラの枝などには、ここ小さな白いなんだかね、虫の卵のようなものがありますよね。これは潰れて肌の弱い方、これが潰れるとネバネバしたものが皮膚につくと、特に薄い内側の皮膚などについたりするとかぶれてしまうことがありますので、まあ山芋、とろろ芋、自然薯みたいなものです。こうすりおろして素手で触っていると痒くなってしまいますよね。オクラにもそんな感じに似たようなことが起きますので、ちょっと皮膚の弱い方などはこのようなゴム手袋をして収穫するようにしてください。で、また収穫した後のハサミなどにもそのような成分がついていますので、これもきちんと洗うようにして保管するようにしてみてください。では綺麗な花ですね。ほんのちょこっとですけれども、ちょっとこんな感じで収穫をしてみました。いやー、雨の日でもね、植物というものは収穫しないといつの間にか成長してしまいますので、ね、雨が続いていてもそのね、雨のちょっとした、ね、晴れ間を狙って雨が降っていない時に、ね、実だけ収穫をするとかして管理をしてみてください。はい、では今日はこちらオクラとモロヘイヤの収穫になりました。とても、ね、スタミナ野菜として知られている野菜になりますので、ちょうど梅雨の時期、またこれから梅雨が明けた後もですね、こういったスタミナ野菜というものは長く収穫も楽しめます。両方とも霜が降りる前まで、だいたい10月の中下旬頃まで、まあ、関東とかでしたら収穫が楽しめると思いますの で、また植え付けしてない方もまだまだ栽培可能です。種から育てるもので簡単にできますので、空いている畑があればパラッと撒いて土をかぶせておく、そうすれば勝手にポッと出てきます。種もすごく安いです。ポットに撒いたものを、ね、植えてもいいですし、ぜひやってみていただきたい家庭菜園のおすすめの夏野菜の一つになりますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。では今日はこの辺で動画失礼いたします。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。